京都市会は京都府京都市の議会。1889年の市政施行に伴って議決機関として京都市会を設置した経緯から地方自治法改正により市会を市議会と解消した後も市会と称している。京都は7期28年にわたり京都府知事の稲川と螺像による革新不正が続いていたなど日本共産党の画像で 司会においても自由民主党に次ぐ勢力を有している。これは立命館大学などの伝統ある進歩革新の大学が多いことや半東京、反権力的な京都人気質が背景にある。2000年代には民主党の躍進で日本共産党は統制が衰退していたが2015年の司会議員選挙では民主党を抜き、 1> 第1党の自由民主党に3議席まで迫る、第2党に躍進した。司会は京都市役所の本庁舎2階にある。1927年に市役所とともに建設され、政令指定都市の議場で最も古い。市政与党は自由民主党、公明党、民主、市民フォーラムの3会派であり、市政野党は共産党である。市政与党、 市政野党いずれにも属さない会派は、日本維新の会、京都党の2会派である。2020年6月8日現在、京都市会の選挙制度は、各行政区を選挙区とする中選挙区制である。一票の格差は1.39倍である。2021年3月1日現在突起なき、場合、歴代議長による。ありがとうございます。